皆さん私はですね洗濯機が壊れてから、えー、コインランドリーに行っているんですけれども、えー、行きましたらある若い男性がですねまあいい格好をした方なんですけどドリンクを配ってくれたんですね来てる人に。あのー それも安くはないドリンクなんですけれどもネクターとかお水とかですねいろいろ持ってきてこれ飲みませんか?」っておっしゃってくださって彼自身もそこに、えー、洗濯に来られたようなんですけれども親切な方だななんて思いながらこのドリンク大丈夫なのかしらって思ってましたらそこは2 4時間営業で、えー、必ずそこで働いてる方がおられるんですけれどもそのか彼女がですね この方、とってもいい方なんですよ。あの大丈夫いただきましょうとかおっしゃってくださってまあ普段飲んだことのない、えー、ドリンクを飲みました。なんかあのお話ししてたらとてもあの素朴な方でいい方だなって思いながらあいたんですけれどもこうやって今このご時世で、えー、人との距離がこうなかなかね取れないような。 まあ取れないようなというか、ああなかなか人と接触することがない中でこうやってあの恵みを分かち合ってくださるこういう愛もあるんだなってことを思わされました。あとても心が温まる時でした。え今日はですね、私たちは危機のリーダーシップということで、えー 学んでいきたいいと思いますね今日の聖書箇所ピリピリへの手紙2章の5節から16節です。それでは今日の箇所を拝読させていただきます。キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。 キリストは神の見姿であられるのに神としてのあり方を捨てられないとは考えずご自分を虚なしくしてしもべの姿をとり人間と同じようになられました人としての姿を持って現れ自らを低くして死にまでそれも十字架の死にまで従われましたそれゆえ神はこの方を高く上げて 全ての名に勝る名を与えられましたそれはイエスの名によって天にあるもの地にあるもの地の下にあるものの全てが膝をかがめすべての下がイエス・キリストは主ですと告白して父なる神に栄光を期するためです。こういうわけですから愛する者たちあなた方がいつも従順であったように 私が共にいる時だけでなく私がいない今はなおさら従順になり恐れおののいて自分の救いを達成するよう努めなさい神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださる方ですすべてのことを不平を言わずに疑わずに行いなさいそれはあなた方が 非難されるところのない純真なものとなりまた曲がった邪悪な世代のただ中にあって傷のない神の子供となり命の言葉をしっかり握り彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなくローしたことも無駄ではなかったことを キリストの日に誇ることができます。それでは一言お祈りさせていただきます。天の父や神様、あなたの皆を崇めます。今多くの死者が出る中で。こうして。あなたによって。生かされていることを。本当にありがとうございます。 最近は寒さも穏やかになり木々の芽が出始め春の訪れを見ることができます神が創造された自然の美しさに心が癒されます過ぎたこの一週間さまざまな出会いがありましたそして神の家族である茅野日向さんとの 急なお別れがありましたもの静かな中に強さを秘めたおしゃれな方であったことを思い出しますご冥福をお祈りいたしますこれからベニス教会から茅野さんを送り出すメモリアルサービスが予定されていますがこの機会を通してご家族があなたの存在を知ることができますようにどうぞ お茅野くださ,いのヒュゴさんとの出会いをくださり本当に感謝いたします彼が愛したこのペニス教会があなたのみわざによってうまくリーダーシップが発揮されこのコミュニティに役立っていけますようにお導きくださいそして茅野秀吾さんの最後を精一杯使いさせてください この祈りをイエス・キリストのお名前でお祈りいたします。あなたが今ここに人材されていることを感謝しあなたに最初から最後までをお委ねいたします。アーメン今日は危機のリーダーシップということをお話しさせていただくんですけれどもですね。 えどうしてかというと、まあ、これから教会では、まあ、あちこちの教会そうですけれども総会があって、えー、新たなリーダー教会のリーダーが選ばれますね、えー、そういったこともお考えながらこのタイトルにさせていただきましたリーダーそれは どういった人でしょうかこれは先を見てる人ですね過去にああだったこうだったあれが良かったこれが良かったではなくてですね先を見通す力を備えている人これがリーダーであると思いますリーダーと言われて 私たちそれぞれイメージしますけれどもどんなイメージがあるでしょうかこの今コロナ対策がですね混迷する中にあってまあ長い経済停滞に陥って特に政治やビジネスの世界では強いリーダーシップが求められていますね教会でも同じです教会を導くリードする 導き手である牧師また役員がどのようなリーダーシップを取っていくかが問われます導く方法をこれはリーダーシップと言いますまあこの危機の時代にあってですねどうやったらうまくこの教会の 働きに携われるかどういった方が先頭に立って行ったらいいのかということを、まあ、聖書からですね私たちは学んでいきたいと思います私たちはクリスチャンリーダーシップを取りますそれはあイエス様が私たちに教えてくださったあ模範ですねこれが基本となりますまあ日本人はですね えー、とかく中身がなくても自信満々の方とかですねもう強い口調で断定的に語る方こういった方をリーダーとして選びがちなんですね。中身はなかなか見えてこないんですけれどもこう自信満々の方こういった方にこう惹かれますね。まあ、あの教会も 世の中にこう染まってきますとそういった方を選びがちになるかもしれませんね。教会のリーダーシップは聖書を根拠とした神学がないとこの世の価値観に影響されてしまうんですね。ですから「あ教会はキリストの体であること」だから「キリストの体」 キリストの体っっててあるってことはですね人間的な組織ではないんですね。ですから人間的な知恵やあそういうテクニックにはよらないそうい,いうことになります。神の介入神の働きが不可欠になります。まあ今日の聖書箇所はどうして でかとというとここにイエス様のリーダーシップというかイエス様がどういう方であるかが明確に示されているのでこの聖書箇所になりましたこれを箇所はですね最近も取り上げていた箇所ですね謙虚さを表す英語のイディオムにダウン・トゥ・アースダウン・トゥ・アース 地に降りりたというそういうううそ表現があります皆さんご存知でしょうかこれはキリストはまさに私たちと同じ場所に降りてこらえることを選ばれたこのことから来てると思いますね。謙虚さを表すイデオム英語のイデオムそれはダウン・トゥ・アース地に降りたここから 来ていますキリストにならうならばですねリーダーは私たちクリスチャンはああ本当に謙虚さが来ないといけないですね。私はリーダーじゃないって思っておられる方もあいらっしゃるかもしれませんけれどもですね。私はあの 子供がカソリッその時あの不警戒があって行った時に校長先生の、えー、挨拶が言葉がありましたその中で、えー、生徒さんたちにですね「あなた方はそれぞれその地域に置かれたリーダーなんですよ」ってだからその 置かれた場所でリーダーとして立っていく方々なんですよってことをおっしゃっておられましたなるほどなと思いながら聞きました私たち一人一人がその地域に置かれたその地域社会におけるリーダーであることを私たちは自覚しないといけませんねまあ、様々な形でリーダーシップを取っていく必要があるんです でリーダーシップっていうのは本当にもうすごく、まあ、詳しくまあそうですね教わったらもう一冊の本になるほど長いですね私たちの進学を行きますと「リーダーシップ」という分厚い本を学びます。その本の中の本中ことをですね 何度も何度も繰り返しながら自分がリーダーシップを取れるように訓練していくわけなんですけれども今日はその中でですね「友となる」ということと「恵みを受けてなければその恵みを与えることはできない」この2つのことをですねリーダーシップのこととして話していきたいと思います。友となる 私たちは上から目線でリーダーシップを取っていくわけではないんですね。その間に入って、その人のそばに行って、友となる、友となりながら、寄り添いながら、こう、行くんですね。まあ、ヨハネの福音書15章の15節にこんな言葉があります。私はもう あなた方をし,めとしもべとは呼びませんしもべなら主人が何をするのか知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。父から聞いたことを全てあなた方には知らせたからです。この当時の社会では驚くべき言葉でした。ああキリストはご自分の弟子を友と呼ばれたんですね。 その当時弟子を友と呼ぶようなことはありませんでしたからこのことは本当に驚くべきことだったんです。この言葉から私たちはあですねいろんな人たちと、まあ、友となる必要があるんじゃないかと思います。なれ合いの関係になるっていうんではないんですね。ちゃんと ボーダーラインを越えないように、えー、その人の領域がどこまでかということをちゃんと把握して、えー、接しないといけないですね。共に時間を過ごしたりですね痛みも喜びも分かち合う関係を築いていくわけなんです。そして安心して話ができるその関係。 存在にななることが大切なんですもうそして私たちが一人一人そうすることによって教会の雰囲気が変わってきますそしてそのことによって一人一人が信仰が強められていくんですイエス様はご自分を虚なしくして 私たたちに使えてくださいました神である主が命という最大の犠牲を払って私たちを救ってくださいましたそのことを考える時自分の心がどうあるべきかを教えられると思います犠牲を払って相手に仕えるそういう生き方が私たちに求められます そして恵みを持って導くとということが私たちは大切ですね神様からの恵みを受けていないとその恵み愛と言ったらいいんでしょうかこれを分かち合うことはできないんですね神の恵みを経験した人だけが人に恵みを与えることができます 許された人だけがですね人を許せるようになります恵みをもって許せるようになるんです恵みをもって導くことこれがクリスチャンリーダーシップなんですこれが聖書のまあ、福音の原理なんですキリストの十字架の許しと復活は恵みそのものです そして私たちはあそうですね余計なことを言って嫌われたらとかですねそういった思いを捨てないといけないです。愛をもって訓戒するということが大切になりますここにあエペソー「人への手紙」6章の3節に「父たちを自分の子供もたちを怒らせてはいけません。むしろ主の教育と 君会によって育て育なさいとありますねこれはリーダーシップにおいても同じです。愛を持って訓戒することはとても大切です。お互いにそうすべきなんです。ですからそう言える関係を最初に築かないといけませんね。対人関係において相手に恵みを分かち合う。 実践をするならですね相手の心が開いてくれますそして相手の心に感謝そして自発性神に対する使命感勇気が生まれますこれがあは愛があるから恵みが注がれるからゆえなんですねこれが愛なくして恵みなくして、えー、寄り添ったらどうなるでしょうそれはですね 恵みのない実践になってしまいますから、相手の心に警戒心、猜疑心、義務感、秘密主義、自信のなさなどが生まれてしまうんです。逆効果になってしまいます。まあ私たち教会の使命を考えるときですね。教会の使命っていうのは、えー。 内向向ききじゃななくて外向きなんですねこのことを私たちが理解していかないと教会がただの仲良しクラブになってしまいます。今日聖書はですね一貫して教会は外向きであることを教えています。ですから私たち特に、えー、そうですねリーダーシップを取る方はですね外へ出ていく必要があります。 私たち人を見る時ですねその人がどのようにお金を使っているかによってその人の価値観が分かりますね、まあ、教会も同じですね教会がその経済をですねどのように、まあ、お金を使っているかを見ればですね教会が外向きか内向きかがもう 一目瞭然にななるわけなんです教会は積極的に教会の外の人や社会との関係を築いてそして犠牲的に使えるように言われているんですよ。神がなさったように私たちが義務やですねルールに縛られるんではなくて愛を原動力にしてこの世に 使えていくように私たちに教えていますそのためには私たちはこの地域社会のニーズについてリーダーとして考える必要がありますね。地域社会私たちはそこに置かれたリーダーですからその社会のニーズについて えー、話したり、えー、してそのニーズに、えー、答える実践して実際に取り組めるように具体的にプランする必要がありますそのために共に祈り共に実践に移していくわけなんですどうしたら大勢人が教会に来るかこれを目的にしたら 教会の働き、神の働きは崩れていきますね。これを目的にしたのではいけません。今日の御言葉にありましたように、恐れおののいて自分の救いの達成に努めなさい。これが私たちの中心に来なければならないんです。自分の救いの達成に努めていくときにですね、 本当に神の働きができ本当に冷静があ神様によって整えられていくと思います。皆さんはいろんな本を読んでおられるでしょうかもうびっくりするほどいろんなことをしておられる方がいらっしゃいますね。あーそれはとかね、まあ、いろんな ことを通して知識があるということなんですけれども、まあ先日私はあの文芸春秋という本を見ました。そのタイトルがですね、この危機の時代のリーダーシップということが書かれておりました。危機の時代のリーダーに求められる資質とは何か。なんでしょう皆さん。 そういう記事が載ってたんですねそれでアンケートの次の候補者首相候補第一に上がってた方がですね、今外務大臣をなさっている林義政という方でした次期首相候補ですその方があーこの答え危機の時代のリーダーに求められる資質 このことを、えー、答えておられました。2つ挙げておられましたね。それは先を見通す力、そしてあえて自分で泥をかぶる覚悟、この2つを挙げておられました。人に、えー、仕事を任せても最終的に自分が責任を取る。自分で その任せた仕事が失敗に終わっても自分が泥をかぶるそういう覚悟この2つを挙げておられたんですねこの外務大臣なんで第一候補首相候補に挙がったんでしょうか私はこの方のことあまり存じてませんでしたえー、と去年でしたかあの G7 の外相会議がイギリスで行われましたね覚えてらっしゃいますかその時ですねまあ,あのビートルズはイギリスですのでその、まあ、ビートルズの博物館かなんかある場所で夕食が開かれてその後ですね記念撮影を,を撮るということになって、えー、ジョン・レノンが イマージンっていう曲を弾いたピアノのそのピアノの椅子にあ林義正外務大臣にどうぞどうぞ座ってくださいって、えー、おっしゃった方が何名もいらえまあおられたんですねっていうのはこの外務大臣ピアノを弾く方なんですそれで、えー、ビートルズ の曲を若い時にに本当にレコード版が擦り切れるほど聞かれたそ,うですねそれでそのジョン・レノンの「イマージン」っていう曲をですねその曲をそのピアノで弾かれたんですこれはアメリカのブリンケン国務長官もこの林 吉政外務大臣がそういう方であることを知っておられたんですねこのブリンケン国務長官自身もバンドのギターを弾いていらした時があった方なんですねこの「イマージン」っていう曲皆さんご存知でしょうか「国境なき世界その平和,を平和を祈る」 歌なんですちょうど国境の問題があってウクライナロシア今もう騒然たる状態ですけれどもその時もそういった発端があったわけなんですねそういったあ国の情勢を考えてこのイマージンを惹かれたようです。 自分が先頭に立って国を守り抜く強い責任感使命感自負心どんな人をどのように配置していくかこれはそれぞれの教会にも当てはまります人に任せるべきところは任せる無駄かもしれない時間を仲間と一緒に過ごすそのことによって仲間との 絆を強めるその無駄な時間かもしれない時間を大切にする最も重要なのは決断力予期せぬ出来事が起こった時に決断する力その力がリーダーシップには求められているわけなんです。 今日はですね、去年12月2日、このドイツのメルク首相が退任式があ、ドイツの国,国防省の前庭で夜、えー、軍隊が松明を焚きながら行われましたね。それをまあ、インターネットで、えー、見ました、まあ。それを最後に見て終わりたいと思いますね。 1 6年もの長い間ドイツのリーダーを務め上げられた人への敬意あふれた操縦な式典でしたその式典では首相が軍隊まあ軍の楽隊にですね3曲曲をリクエストできるんですその最初の曲が「地味な地味な」 メルケルケ首相にしてはあっと驚くようなパンクロックの曲でしたそして2曲目がこれは「私に赤いバラの雨を降らせて」というとても人気のあるあの歌謡曲でしたそして3曲目はメルケル首相らしい賛美歌だったんですねこの2曲目の 「私に赤いバラの雨を降らせている」というこの「降らせて」というこの歌「ヒルデガルトクネフの歌」これは少女が人生の望みを語る歌,歌なんです。大きな苦難に遭わないように見舞われないようにどうぞこの世界を変えてくださいっていうそういう歌なんだそうです。 そして最後の歌詞が印象的です。私はそうする。絶対にそうする。と自分の意思を語って終わる歌なんです。このメルケルは強い意志を持って生きていこうと決意してそうされた方だったということをこの歌を通して思わされます。メルケル首相は宗教色。 キリスト教っていうこのことを表に出すことはあまりされ,めされませんでしたねでも折に触れて、えー、私たちはあ人道主義キリスト教人道主義をその政策の中に感じることがありました難民の大量受け入れを批判された時彼女はこう語りました 苦しむ人々に救いの手を差し伸べて謝罪しなければならないのならそれは私の国ではないこのように毅然と述べました私たちも本当に毅然とクリスチャンとして立っていけるリーダーでありたいと思います それでは一言お祈りいたしますその後聖歌573番ああメグミそしてインターネットの退任式を見て終わりたいと思います知事なる神様あなたの御言葉に感謝いたします本当にリーダーの冷静によって周囲が状況が変わってきますどうぞ私たち一人一人が あなたの命の言葉をしっかり握り世の光として輝いていけるようにしてください自分の救いを達成する務めを自分の中心に置くことができるように導いてください主に習って心を低くし穏やかに耐え忍び控えめに語り天の見心を 速やかに実行することができますようにイエス・キリストのお名前で祈ります。アーメンそれでは皆さんお立ちくださいまして聖百593番「はいああめぐみ」を賛美します。次に